常にフレッシュな若い布陣。さあここでカウンターだ。馬場も要求する。高木を持っている。高木の左足決まった。2点目、大事な大事な2点目は副キャプテンが決めた。いやー欲しかった2点目ですね。地元に J2 のチームを残すため高木の追加点が決まった。2対0。後半26分。いやあのね、よく打った高木も素晴らしいけど、一人ね真ん中にね、はい、上がってきた選手いたんですよね。馬場ですね。馬場ですか。はい、いやあの動きも良かったですよ。献身的な。さあこのシーンご覧いただきます、木島哲也からのボール、高木、そして中央にはこの渡辺大吾ですね。上がってるのは違う。馬場がいて、そしてかく乱する動きを渡辺大吾でしょうか。はい、渡辺大吾がいましたね今、はい、ちらりと見えました。やっぱりね、これね、キーパー目に入る。